によって封印されたのでしょう。良いか、ひなたよ。あれは自然エネルギーそのものなのじゃ。あれ狂う暴風ならば魔法で制御することもできよう。じゃがあの邪竜には意志がある。剣も魔法も通用しない。奴が暴れたその衝撃波は地上を蹂躙するのじゃ。あれは悪夢でした。あの美しかったナイトローズが見るも無残な廃墟と化したのですから。それでも万が一の場合は私が斬る。ひなたよ、わらわはそなたまで失いたくない。自重せよ。はい。